どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前の動画でそのミニマリストに向いていない人っていうことでちょっとシェアをさせてもらいました。で、そしたらミニマリストに向いている人もやってくださいっていうリクエストもありましたので、ちょっと今回それをシェアしてみようと思います。この動画を見ている人の中でミニマリストになりたいんですけどっていう、人もいると思いますし、例えばインスタグラムでも「#ミニマリストになりたい」そういうハッシュタグもあるわけなので、じゃあ今回ミニマリストになりたい人はどういう人なのかなって。ミニマリストに向いている人はどういう人なのかなっていうのを、僕自身の経験とあと周りを見てきて思うことっていうのをちょっとシェアしてみようと思います。まず1つ目に、狭い部屋に住んでいる人がミニマリストに向いてるんじゃないかなというふうに思います。シンプルにその部屋の容量もミニマルなんで、じゃあそのままミニマリストになっちゃえみたいな感じなんですけども、僕も今の物件住んでいる前っていうのは6畳ワンルームのところに住んでいました。6畳ワンルームってめちゃくちゃ狭いんですよ。もう何にも置けないというか、冷蔵庫、洗濯機、机、ベッドとか置いたらもう歩くスペースが1畳分しかないみたいな感じなので、そんな時にミニマルなライフスタイルを送って物を徹底的に省いていくと、6畳ワンルームでも広く感じるんです。ゆとりある生活ができるっていうのが、僕の経験ではありますので、なのでこの動画を見ている人の中で6畳だったり4畳だったり、10畳自分の部屋が狭いなと思ったらミニマルなライフスタイルに向く環境がもう整っているので、そういう方はミニマリストに向いてるんじゃないかなというふうに思います。もう環境が向いてると思います。2つ目に、家にあまりいない人もミニマリストに向いてるんじゃないかなというふうに思います。どういうことかっていうと、普段出張でホテル暮らしですだったり、朝5時半に起きて朝6時に出発をして帰ってくるのが日付を回った朝の1時ですと夜の1時ですと、ほぼほぼ家にいない人もいると思うので、そういう人はもうミニマルなライフスタイルをすっごい向いてると思います。で、僕も6畳ワンルームでも、全然狭くてもそんなほとんど家にいないので、もう日中は外に出ていろいろ好きなことやってるんで、なので家ではミニマルなライフスタイルを送っても全然問題ないと思いました。3つ目に、自分のやりたいことだったり目標だったりっていうのがバシッと明確になっている人だと思います。で、ミニマリズムの本質は僕の中では徹底的に無駄を省いていって大切なことだったり好きなことにフォーカスをするっていう、そこがミニマリズムの本質かなというふうに思っています。なので、この動画を見ている人の中で目標がバシッと明確になってたり、好きなことがあるんですっていう人がいたら、それに向かうために無駄なことを徹底的に省くってことをやってほしいです。物だけじゃなくて、無駄なものだったり人間関係だったり情報だったりテレビ断捨離したりとかってことをすればいいんじゃないかなというふうに思います。で、4つ目に、めちゃくちゃ忙しい人だと思います。で、先ほどの2つ目はほとんど家にいない人、ホテル暮らししたりとか海外出張が多い人だと思うんですけど、4つ目のそのめちゃくちゃ忙しい人っていうのは、家の中にいて仕事してもめちゃくちゃ忙しい人っていう意味も入っているので、ちょっと分けてみました。で、どういうことかっていうと、普段家の中にいると掃除、洗濯、料理とかっていう家事の時間もあったりするわけで、その家事の時間も徹底的に省いた方が忙しい人のためになると思うんです。で、その家事だったり料理だったり洗濯する手間を省くには、やっぱり断捨離するのがもう一番手っ取り早いと思ってまして、最初から少ないもので囲まれていると部屋が散らかることがないので、掃除って言ってもほんと埃を取り払うぐらいなんですよ。なのでめちゃくちゃ楽で時間短縮になります。なので、めちゃくちゃ忙しい人っていうのはミニマリズムなライフスタイルを取り入れるのはすごく向いてると思います。5つ目ですね。5つ目はズボラな人です。掃除がめんどくさがりとか、例えばテレビでのお宅訪問とかでもよく洋服が山のように積み上がってる人いると思うんですよ。そういう人は例えば掃除洗濯に関してはズボラだと思いますし、料理をし終わったらシンクのところに洗ってない食器が山積みになっちゃってたりとか、そういうの見たことあると思います。で、そういう人はシンプルに掃除とか洗濯をすることが、家事がズボラだと思いますので、そういう人はもうやっぱあらかじめ物が少なければ掃除だったり洗濯をする手間だったりも省けるので、なのでズボラな人っていうのはミニマリズムに向いてるんじゃないかなというふうに思います。6つ目に効率を求める人、これもミニマリズムなライフスタイルに向いていると思います。例えば狭い家に住むっていうことは家賃が安くて済むとか、掃除の時間がすごく減るっていうのもありますし、持ち物が少ないっていうのは出かける準備がすぐできると。もうお化粧の時間もすぐできます。それはちょっと僕男性なんでそこは分からないんですけども、持ち物が少なくなるとそのカバンに入れる時間だったり、その準備をする時間もすごく減りますし、あとは服装を固定することで毎日迷いなくパッと外に出ることができるので、すごい効率が上がると思うんです。日常をルーティン化させることによって、その決断の回数を減らしていく、無駄な思考を減らしていくっていうので生活の質も上がりますし、そんな感じで効率を求めている人はかなり向いていると思います。で、7つ目に飽き性っていうのもあると思うんです。どういうことかっていうと、僕もですね、今はノートパソコン1台だけですけど、それがじゃあデスクトップとキーボードとなんかいろいろ付属品があって、じゃあそれをすぐ手放せますかって言われたらやっぱ面倒くさいと思うし、作業の手間もすごい増えちゃうと思うんです。でもノートパソコン1台しか持っていないので、ブラッシュアップしたいなと思ったらすぐそれメルカリに売るだけで、それを売ったお金をまた新しいものに使えばいいわけです。ですから飽き性の人にとってもミニマリズムはすごいこう身軽に行動できるので、なんか飽きたなって思う人、すぐ何かを変えたくなる人っていうのもミニマリズムにすごい向いてると思います。あと8つ目にファッションに興味ない人もミニマリズムいけると思います。はい、洋服に興味がない人、例えば僕なんかミニマリズム最初めっちゃ究極にやってる時っていうのは洋服2着しか持ってなかったです。夏服、上下以上みたいなそれ2セットをやってましたね。でそれ別になんかすごいだろうとかっていうのも全然ないんですけど、全然興味なかったです。本当洋服全然興味なくて、めっちゃダサい服着てましたから今思えばちょっとって思うわけなんですけど、部屋の中で場所取るものってベッドはすごい幅取りますし、あと洋服もすごい幅取るので、ただ洋服に興味ない人っていうのはその洋服の分のスペースがバッて減るわけなので、すごくミニマリズムには向いてるかなというふうに思います。で、9つ目、なんかいろいろ1とか3とかちょっといろいろちょいちょいかぶってる部分はあると思うんですけども、9つ目は買い物が好きじゃない人です。そもそも物に興味ない人っていうのもニアリーイコールで言えることだと思うんですけど、物に興味がないんで買うものがないですと、少ないものでいいです、パソコン、スマホ、カバン以上これだけ持ってればいいですっていう人は、もう何でしょう、ミニマリストとか関係なくミニマリストですよみたいな感じなので、それは向いてると思います。で、僕もその2015年の4月に、ある会社の社長さんから断捨離したら、あるものをあげるよって言われて断捨離をして、こうスマホとパソコンとカバンとちょっとしたカメラがあればいいやっていう感じでこう YouTube を始めてて、でそしたら周りの人に「それミニマリズムですよ、ミニマリズムですよ」って言われて。そうなんですかって思って、それからミニマリストのことを発信し始めたっていう経緯がありますので、もう自覚なきミニマリストだと思います。買い物に興味がなかったりっていう人は。で、最後10個目、なんかもういろんなところとちょいちょい重なっちゃってると思うんですけども、節約が好きっていう人もミニマリストに当てはまってると思います。これから消費税の増税が始まって、日用品とか食費を1円でも2円でも削っていくぞっていう人はいると思うんです。でそうなった時に、例えばそれだけじゃなくて他にも無駄な出費がありますよねとか、もう徹底的に無駄を省いていきたいって、徹底的に節約したいっていう方はもうミニマリストにすごい向いてると思いますので、もう無駄を徹底的に省いて、でもう日々の出費を極限まで減らしてっていうことをやればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。それぞれの要素の細かい説明っていうのは、しようと思ったら、もうちょっとできたんですけども、そこじゃないので、向いてる人はどんな人かっていうのを僕なりに自己考えてみたっていうお話なので、細かい話っていうのはまたちょっと個々でできるタイミングがあったらいいかななんていうふうに思ってます。はい、もし今回の動画を聞いて、もうちょっとこういう人をミニマリストに当てはまるんじゃないですかっていうのがあったら、是非コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。はい、あとはこの動画を見てる人の中で、自分はもしかしたらミニマリズムのライフスタイル当てはまってるかもとか、別に当てはまっても当てはまってなくてもやりたいと思ったらやってもらえればいいと思うので、今回の動画でなんか楽しんでくれたり共感してくれたり役に立ったって思ってもらえたら僕はそれですごく嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございます。あ、違うな。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。